今回の事件の容疑者たちなんだね。うんうん、ふむふむ、なるほど。What the fuck? Is this some... どうしたの、okay. おじちゃん、この人が怪しそう。やあ友よ、奇遇だね。再び君は僕の招待を断り、そして再び君は僕の前に現れた。お前なんで、お前はもう、せっかく来たんだ。このまま残ってはどうだい。革命はもうすぐやってくる。君は見守る側ではなく、その渦中にいるんだ。君には完遂させなければならない偉業がある。勝利が君を待っているんだ。僕と君が手を組んだら、崩壊を永遠に駆逐するチャンスが巡ってくると。崩壊はもう駆逐されたんだ。そうかい。月に、地球から38万キロ離れた場所に、人類が簡単に到達できるような距離に文明の最大の敵を封印した。それは駆逐なんかじゃない、逃避だ。本当の駆逐は永別だ。我々の持つ時間の尺度での永遠の別れなんだ。勝利の果実はもう目の前にある。君の力が必要なんだ、第一律者。いい未来と申し出ではあるが、断る。煮え切らない態度を取るような奴の提案など議論する必要はない。そうかい。君のことは尊敬しているよ、本当に。しかし平和は何よりも大事なことなんだ。来てもらうぞ。お父さんを離して。これは何と言うべきかな。実に興味深い。僕の予想をはるかに上回っているよ。ジョイスに触るな。ここにもう一人の第一律者がいるとはね。